漆器のことを英語でジャパンと言います。漆器を作る工芸、漆芸はまさに日本を代表する伝統工芸です。漆芸は漆の工芸、漆の木に傷をつけ、そこから染み出た樹液を使って美しいものを作る工芸です。木などの器に漆を塗ることが基本で、そこに精密な装飾をして工芸品として完成させます。漆芸の装飾にはさまざまな技法がありますが、その中の蒔絵、螺鈿、氷紋という3つの技法を得意とする3人の漆芸作家の仕事を見てみます。まず蒔絵を見てみましょう。蒔絵は漆の上に金粉や銀粉を撒いて文様を描く漆芸の代表的な装飾技法です。江藤邦夫さん、中塗りした木の小箱を墨で研いでいます。蒔絵の装飾はこのように漆を塗った器の上に施します。研いだ箱の上に下絵を移します。コスモスの花の絵柄です。まず花びらの芯の部分に紅柄を混ぜた漆を塗ります。その上に金粉を一枚一枚置いていきます。ひらめ八号という大きめの金粉です。次に細かい金粉ひらめ四号を巻き、筆で吐いて花芯の漆の上にのせます。この後漆を乾かすと接着剤の働きをして金粉が固定されます。このように金粉にはさまざまな種類があり使い分けます。そして金粉をまくのには粉筒を使います。粉筒は先端に車が張ってあります。筒の中に金粉を入れ、指で弾いて巻きます。花びら一つ一つの花芯に同じ作業を繰り返します。大きめの金粉ひらめ八号は一枚一枚形の良いものを選んで使っています。手間暇のかかる作業です。工芸全部とは思うんですけれども、やっぱり手間をかければかけるほどやっぱり人に訴えるものが出てくるんじゃないですかね、はい。このひらめ八号は花芯の中のおしべめしべを表現しています。一見するとあまり目立ちませんが、周りの小さな金粉の中でキラッと光る効果が狙いだと江藤さんは言います。遠く見た時に、お、何なんだろうなと思って、そして中加減を見、中間っていうか見ると、お、よくできてるなと思って、それでじーっと見るとまだまだこんなとこまで仕事してるんかという、そういうのが僕は工芸と思ってますので、はい。花びらの輪郭や脈を描いた後、
一枚一枚に蒔絵をします。漆を塗った花びらの周りに金粉を蒔き、筆で吐き寄せます。濃淡、グラデーションがつくように吐きます。蒔きぼかしという技法です。こういう蒔きぼかしっていうのは好きなものでもいくらでもやってますんで、ある程度その漆の書き方とか、それからその金粉の巻き方とか、そういうのはまあやっぱり勘しかないですけどね、はい、このぐらいやったらこのぐらいの量でうまくぼけるだろうとか、そういうのはまあ大体やっぱりこれがね長年やってるからかとは思うんですけれども。金粉を巻いた花びらを乾かせた後、銀色の花びらを描きます。このように蒔絵では金粉のほかに銀粉も使います。そして模様の周りに漆を塗り、その上に金粉を巻きます。巻いた金粉の上に透明な漆、すき漆を塗って固定した後、今度は器の全面にすき漆を塗ります。上塗りです。刷毛ムラを出さないよう、そしてゴミやホコリがつかないよう慎重に作業を進めます。漆にとってゴミやホコリは大敵なのです。乾かした後、研ぎ出しの工程に入ります。炭で研いで漆の面を滑らかにする作業です。ここが一番もう大事な、蒔絵の中では一番大事なところですね。金粉の一番最大限に光ったところまでこうずっと炭で研いでいって、こう要するに研ぎ出すということですよね。巻いた金粉は半分まで研ぐと、研ぎ面の面積が最大になり、最も強く光る状態になります。この研ぎ出しでは、後の作業で削る分を見越して、40% ぐらいまで研ぐのがコツだといいます。仕上げに入ると、小さな炭に変え、人差し指で軽く押さえて研ぎます。漆の肌となんか相談してるというか、そういう感じで研いでますわね。ですからこの漆の本当のちょっとした凹凸というか波も、この人差し指でやるとスッと分かってくるというか、この音とそれとその力具合でだいたいどのぐらいの粗さかなっていうのがある程度は分かってきますね。初めはやっぱり金粉も音がやっぱり荒いというか、でだん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 こう綺麗にこう平滑していくと、なんか静かな音になっていくというかね。ですから五感を研ぎ澄まして研いでいくというかね。一般的に漆といえば塗りが重要だという印象が持たれていますが、研ぎ出し巻きの場合はもうとにかく命はもう研いで、どれだけ金粉を光らすかとかですからね、7割ぐらいがもう研ぎっていう感じですからね。仕上げ工程に入りました。ロイロ刷り、
伊勢早という上質の漆をすり込みます。漆の艶のある膜を作るための作業です。そしてロイロ磨き、最終工程です。磨き粉を手につけて磨きます。指紋が繊細なヤスリ、手のひらの油が潤滑油の働きをするといいます。最後はもうとにかく手の肌と密着させるというか、漆と面と、うん、そしてやるとやっぱりその艶というのは なぜか知らないですけど、こうよく光るというかね。本来ならこれで完成というところですが、江藤さんは奥行きを出すためさらに花を描き加えます。江藤さんの手間暇惜しまない仕事から生まれた作品です。